ジャーウォーカー、メッセージが届いてるぞ。ちょっと、あんたはそこには入れないよ。初めてのセリフを書く。お姉さんはウォーカーという名前だと。ベイトもバーガー。やっぱり。何の場所に素敵生命体、接近中。ランダムメモリーにアクセス。待機モードに入ります。派手にやりたい。弾なら何でもあるよ。何が好み？死の商売完了。殺しに使えるもんならあるよ。気をつけるんだぞ。最高級肉から脂肪かす、その間のものまで全部あるよ。死体はあっちに置いといておくれ。死は生なんだよ。ガラクサン、この汚れたカビ見てみろよ。実に美しい。いいもの買うとみんな世界の海洋のプロ。知りたいことは私に。またアドバイスできて嬉しいよ。新規逆だね。絶対損はしないよ。なんかの、なんか食うか。よう、ネットの昔の家。あら、あんたの、まるで。よう、チャンピオン、あんたの殺し、スクリーンで見たぞ。本当にラビバって思ってきた。サイバードクター、改造なら任せてくれ。死なんように気をつけるんだな。あた、来たね、レンジャー。で、どう、ルーサム。フェルトライト核分裂コアがなくなってる。きっとクレイグがタワーを動かすのに使ったんだ。タンクを動かすには別な動力源が必要よ。いい知らせの方は？そうだ、あんたが仕掛けたデバイスのおかげでこれが録音できた。ちょっと聞いてみな。もう君とはやっていけないな、クレイトン。忍耐強く待っていたのだが、延々と支援をしてきた。だが君の方はまだ役目を果たさない。疑問に思わざるを得ん。クレッグ・クレイトンは自分で言うほどの力はないのではとすら感じる。名誉を挽回する最後のチャンスを貴様にやろう。これは命令だと思え。ゴリアテ発電所に行け。詳しい指示は現地で与える。この声、
あのムカつくゾンビ野郎だ。間違いない。発電所の場所は？ねえ、座標はわかるよね？バッチリ。ツインフォールズっていう一帯だ。今はグーンスカットが占拠してる盗賊の巣窟。あいつらもオーソリティとつながってる気がしてきた。あのすごい設備の説明もつくでしょ。もしゴリアテ発電所が盗賊のアジトに見せかけたオーソリティの拠点だとしたら、フェルトライト核分裂コアもきっとあるはず。そういうこと。座標の地点に行って掘れるだけ掘ってみる。頼んだよ、ウォーカー。ダガーが完成した。準備完了だよ。あんたの準備ができたら、オーソリティを石器時代まで吹き飛ばしてやろう。血が塞がれてる。
人戦闘。よし、ツインフォールズに着いた。オーセリティの痕跡がないか探してみよう。よし、何かあったら教えて。山肌にゲートがあって中に入れるようになる。絶対それよ。だね、入って確かめろ。あれはクレッグ・クレイトンのヘリだ。
でしょう。奴らここで巨大ミュータントを作ってる。またどこかを襲うつもり。バインランドもやったみたいに。もしもし。くそ、ダメだ。よし、核分裂コアを手に入れてさっさとここを出ないと。ああ、気持ち悪い。ちょっと助けが必要なんだよ。あんた決め約束してくれたよな。それをやってくれたらあんたの欲しいものを手に入れてやるよ。私はもう我慢の限界だよ、クレイトン君。ウェルスプリングを引き渡せないなら力ずくで奪い取るのみだ。おいおい、取引したじゃないか、クロス。忘れたのかよ。俺が市長の座に着いたらすぐに中に入れてやっからよ。ああ、市長になるという奇襲の夢か。協力には感謝するクレイトン君だが、言っておこう、君の夢は叶わない。約束が違うじゃねえか。俺を騙しやがったクレイトンを騙したのか。なるべく穏便に済ませるつもりだった。だが、使徒暴力は避けられんようだな。クレッグ・クレイトンだぞ。奴の顔には当てるな。死体は記念として立っておきたいからな。
だ。核分裂コア、レーザーか。電源を落とさないと。消えた。コアを取って出よう。ルーサム、聞こえる？よく聞こえる。何か見つかった？核分裂コアを見つけた。それとクレッグは死んだ。殺した？クロス将軍がビデオ回線で命令して、あの腕のない化け物がクレッグを撃ち殺した。でもクレッグはクロスと組んでたんじゃ。今まではね。クレッグがもたもたしてたからクロスは不満だったの。奴が市長になったらウェルスプリングに軍が入る予定だ。それで私を暗殺しようと。そういうこと。でもクロスはもう待てなかった。クレッグが騙していたことに気づいたのね。リュウサム、町が危ない。襲うのはこっちよ。核分裂コアを持ってきて、それがあればプレデタータンクを動かせる。クロスの鼻先に戦争を届けてやる。
着しました。レンジャーウォーカーにメッセージだ。ちょっとあんたはそこには入れない。発砲中の老若男女に押し上げ、お疲れ様。フェルトライト核分裂コアを手に入れた。よし、これでやっとプレデタータンクを動かせる。ウォーカー、いい知らせよ。プレデタータンクの準備が整った。惚れ惚れするくらい素敵だよ。完了した。プロジェクトダガーは準備万端。いよいよだぞ、ウォーカー。オーソリティへの最後の一撃だ。奴らとクロス将軍にとどめを刺してこい。ようやくあのゾンビ野郎の首を絞めてやれるね。プレデターがタレットから守ってくれる。スクランブラーを使ってゲートを通り、結成を使ってクロス将軍の中にあるオーソリティナノトライトを潰す。全員皆殺しよ、永遠に。追加物資の調達とかお祈りがしたかったら済ませといて。準備ができたら声かけてね。オーソリティ本部に行くときに連絡するよ。ダガーが完成した。準備完了だよ。あんたの準備ができたらオーソリティを石器時代まで吹き飛ばしてやろう。